地獄級の建設と研究あるんですけど、ちょっと研究進めていこうかなって思いまして、はい、この1万1500ポイントまでちょっとチャレンジしていきたいと思います。加速も研究加速数えてみると多分1万ポイント以上分はできるんですよね。はい、なのでまあちょっとチャレンジしていこうかなって思います。経済だな。ゴールドが足りんのかな、ちょっとゴールドが心配なんですよね。今の研究で2000ポイント。ああ。今の研究で2000ポイントだったら結構、うん。悪い感じではないな。ポイントで言ったら、この魔獣討伐のやつ、これなんかちょっとポイント高いんですよね。ポイント単価といいますか、17分で119だから、まあ1分あたりこれ17で割ったら6ぐらい、うん、に対して軍事のこれだと57分で240、まあ60分で244ぐらいですよね。1分あたり6と4違いますよね。経済の次これやろうとしてるやつ、これ2422の5時間48分ですよね、うん、これもだいたい4ぐらいになるんかな。6時間やとしても4点ちょっとぐらい。魔獣の方がちょっとポイント多くもらえそうだな。こっちちょっとやろうかな。魔獣もやっといて損はないですからね。一番やりたいのはこの建設速度なんですけどね、まだちょっとアカデミー白レベル上げないとできないみたいなんで。7716。お城タップした時に、自分が今どれだけ資源が持っているかっていうのも分かるんですよね。この下の生じしてんのが食料だと1315で、バッグの中の食料、これ全部アイテムの資源のこれそれぞれの合計計算して、あとどれだけ残ってるかって教えてくれるんですよね。便利ですよね。食料は400万あるし、これでなんか資源が少ないなとかってやつを、まあ、採集して集めるとか、そういう手でもいいですよね。でゴールドを特に研究でいっぱい必要になるんで、うん、ゴールドはやっぱあった方が多ければ多い方がいいのかな。ただゴールドはいっぱい持ち続けると、今お城バリア状態なんで敵からの攻撃食らわないんですけども、あと 1D7 時間56分これ効果が切れると、いよいよ城攻撃されます。その時に負けるとゴールドを根こそぎ持ってかれます。なので今は大丈夫ですけれども、持ちすぎ注意ですね。ちょっとまあゴールドも集めるか。今の研究で読んでクリアになりますね。ちょっとギリギリまで待ちますかね。イベント時間は残り1分切りましたね。ではもう完了してしまいましょう。あと20分、これで地獄クリアしましたね。ランク3、これ時間内に研究し忘れ
完了し忘れてそのまま時間が過ぎてしまったっていうあのケースもあるんで、そこをあのすごい注意してあのやらないといけませんね。せっかく手前まで来たのにあのクリアできずに時間切れっていう風になると、もう報酬がもったいないですからね、もらえないですからね。これあんまりみんな知られていないことなんですけれども、領地ミッションの中にあのまあ医療所ここに2個建設とかってあるんですけれども、10個建設するともらえるミッションっていう報酬、ミッション報酬っていうのもあるんですよね。で、ちょっとどんな報酬もらえるかちょっと忘れたんですけども、10個同じやつを、例えば農場だったら農場10個建設する。製材所10個建設するとかっていうのをちょっとやりたいと思います。空いてる数が8つで、今1個ずつあるんですけれども、1個ぶっ壊して10個建設ちょっと しようかなと思ってます。まず最初に今やってるやつ完了してしまう。はい。で、一番レベル低いこれまずぶっ壊すか。まずこの石材をぶっ壊します。32分かかりますね。はい。ぶっ壊します。待たなきゃならないですけど、まあスピードアップしてぶっ壊しちゃいますね。さあまずこのじゃあ鉱山にしようか。1個建設したらそれでいいです。鉱山建設します。今ミッション鉱山4個建設っていうミッションクリアしましたね。10個ですね。はい、ほんで建設完了しました。ほんで鉱山ミッションの中に10個建設っていうのができましたね。領地ミッションを見ると鉱山2個建設、10個建設、プレイヤーの経験値が5600もらえますね。であと資源が3万3万4万もらえますね。まあまあとりあえずプレイヤーの経験値考えるとお得なんかな。で、あの今これミッションとりあえずこの状態10個建設した状態でもらってください。その後まとめてあのもらえるからいいやっていうわけではないです。今この状態でしかもらえません。1個壊したらもうあのもらい損した時にまたこの状態にしないともらえないんで、そこ注意点ですね。もらった後にあの開拓しましょう。開拓するたんびに、あ、解体するたんびにちょっとスピードアップかかっちゃうんですけれども、どうなるんだろうな。これスピードアップを考えるとスピードアップ重視でいくと損なのかな。そこのとこまあまあ一応こういう10個建設するっていう領地ミッションもあるよっていうことですね。で次に今度製材所しますかね。製材所も10個、鉱山じゃねえよ。あ、採石所ん、あ、採石所にしてるな。あ、いや間違えた。今度製材所10個完成ですね。で領地ミッションを受けておくよく。うん、まあ資源とプレイヤー経験値そこそこ高くもらえ、大きいもらえるんで、まあ、やった方がいいんじゃないかなとは思いますね。また本で解体ですね。まあこれ5分あの解体に時間かかるんですけども、まあそのスピードアップもったいないなって思えば、まあ、あのまあ辛抱強く待ちながらあのやっててもいいかもしれないですね。次製材所、石か採石場か、採石場もやりますね。採石場とりあえず9個
あと一個ですね、もう一個なんかぶっ壊さないとできないですね。まあ、製材所こうちょっとしょうがない、56分、20ジェム使った方がいいのかな。1時間、そうですね、スピードアップ、まあ、ここにジェムショップあるんですけども、60分の買うと130ジェムなんで、うん、20ジェム使ってここは解体しましょう。はい、で採石場にして、これで10個ですね。で次最後田んぼですね。で今この食料のところの表示が赤く光ったりしてるんですよね。これどういう状態かと言いますと、食料が減ってってるっていう状態です。なんで減ってってんのっていうと、兵士の数に対してその 1時間 の、 消費食事、食料消費量かっていうのがありまして、兵士1人につき1、つまり1時間に5084減ってくんですけれども、それに対して食料 の、 1時間に生産できる数が4500とマイナスの状態に今なってるんですよね。でこのマイナスの状態だから今赤く光ってて、このままだと、まあ、食料がどん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 減っていく状態なんですよね。あんまりこの状況、その建築とかするのに良くなくて、やっぱり食料使うんで、マイナスにならないようにしていくのが理想じゃないかと思いますね。はい。で、まあ、今1時間の食料消費量っていうのが差は500ぐらいか、つまり1時間に500個ずつ500ずつ食料が減ってってる状態なんで、まあ、とりあえずこれちょっと解消っていうことで、まあ、最後これ10個ミッション、この農場ってやつも、はい、これもちょっとね、これさ後回しにしたんですけれども、マイナスだったんで、これを最後にちょっとフルで残しておこうかなと思います。はい、ほんで農場一応10個建設完了ですね。はい、資源結構いっぱい溜まりましたね。もうすでに生産量限界以上になってますんで、これでまあ5300か、これを見ながらちょっと食料消費量っていうのも気にしながらやっていくといいのかなと思いますね。放置してる間にどん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 減っていく状態はやっぱ良くないと思いますんで、はい。あと同じようにこっちの弊社医療所と荘園、これらも10個ずつにすると多分もらえるミッションがありますね。はい、それはこの戦略、これをクリア、戦略5かクリアして、今数が全部で、1,2,3,4,5,6,7,8 なんで、どうやっても10個っていうミッションできないんで、ここをクリアするとさらにこの医療所とか荘園とか弊社とか建てられるようになるんで、その時にミッションクリアしていけばいいのかなっていう思います。はい、これで2日が経って3日目になりますね。今白レベルは9ですね。前回昨日よりも1つしか上がってないんですけれども、あんまりそのイベントに合わせて建設しようとしとったんで、建設がなかなかなんか来なくて、一応待ってる状態だったんで、ほとんど建設ちょっとできてないですね。建設のイベント来た時に一気に建設してしまおうかなってちょっと考えてます。なのでまだちょっとあんまりレベルアップしてません。でこれ進め方、人それぞれちょっと違うと思うんです。まあ仕事とかいろいろプライベートの都合でなかなかゲームを開けないっていう人もおると思うんです。まあ通知とか来るんで、こまめに携帯開いてゲームできる人だとまあサクサクどっちかって言ったら進めやすいかなって思うんですけれども、なかなかそれができないという人もいると思います。まあそういう人は
あのできればもう携帯触れない時間っていうのをまあ分かってると思うんで、あのその時間の前に、まあ、寝る前とかもそうですよね、携帯寝てしまったら携帯触れないですから、あのできれば長めの建設、時間がかかる建設、時間がかかる研究をその前にやっておくといいと思います。で携帯が触れる時間の時にあの、まあ、細かい研究やあの建設家をやっていくのもっていう方法でもいいのかなと思ってます。それでも本当にもう仕事中とかはもう全然触れないあのっていう人もいると思うんです。そういうあの人でもまあある程度そのこのロードモバイルゲームできる時間があればなんとかクリアできるんじゃないかなとは思います。はい、一応最後の方になると本当1日以上かかる建設とか建設時間とかお城とかなんかそうなんですけれどもあるんで、まあちょっとそこまで持っていくのが大変かもしれないですけれども、まあイベントとかそういうあのちょっと狙いながらが難しい人だとあのそういったようにあの時間がある時に細かいあのあんま時間のかからないものをやってってっていう風にやっていくのがいいのかなと思います。一応30日っていう期間があるんで30日以内にとりあえずクリアできればいいですから。であの普通にこのままプレイあの自分こまめに開いてる方なんでこのままプレイしてったらまあおそらく1週間あればできるんじゃないかなと予想はしております。はい、1週間より早くはちょっと難しいですね。課金すればできるかもしれないですけれども、まあそういうあの感じです。はい、これでログイン4日目ですね。3日が過ぎて4日目になりました。 VIP が96獲得して、はい、争いがなくなれば今白レベルは12になってますね。前回よりも3つ上がってます。建設のイベントの時にあの時短アイテムとかいっぱい使って、でちょっともう加速がちょっと少なくなったんですけれども、とりあえずそれで地獄級クリアしたら白レベルが12まで上げれるような感じになったっていうところですね。はい、でまたあの順番に今次白レベルに13上げようとしてるんですけれども、次はどこだったかな、城壁を上げるのに鍛錬所だから、鍛錬所のここか、これを鉱山ですね。順番に白レベルに上げるのに向かってて、建築をしていくっていう風に、でまた加速がある程度溜まった時に建設の地獄級をクリアしていくっていう風なやり方でちょっと進めようと思います。で白レベルが10になった時だったかな、このコロシアムがあのできるようになったんですね。これあのジェムがあの2時間ごとにジェムがもらえるんですよね。なのであの、まあ、確実にあのやっておくことをおすすめします。で、あの、基本的に、あの、右対戦相手、他のプレイヤーのところなんですけれども、あの、パワーが低い相手を、あの、対戦するような感じにしてください。で、一番上の、あの、相手と戦った方がポイントは高いです。ポイントっていうか順位が上がりやすいです。はい。このガードってやつがいいですね。ガードってやつ現れたら弱い。大体が弱いんで、足当たっても手番は減らんの、はい、で完全に見る必要ないです。もうこの時点で勝ち負けは確定したんで、あの離脱して省略できます。はい、でこれ1日5回できるんで残り4回ですね。これあのやっておくといいですね。あれ当然あの上のランク行けば行くほどパワーの多い人ばっかりになってくるんで、あのまあ打ち止めみたいな感じ、自分の実力までのランキングっていう当然なってしまいますね。はい、で今あの城の中の状態なんですけれども、
とりあえずこれ農場無料であげれるところまでで農場だらけにしますね。はい、これで今食料が全体の生産量が1万9000なんで、まだもう少し兵士は増やせますね。でこっちの方は一応戦略5ってやつクリアしたんで、まだ何もしないですけれども、領地一応広げた状態になってますね。広がった状態になってますね。これでいろいろなんか建てれるんですけど、またちょっと10個領地それぞれのミッションを壊しながらちょっとやっていこうかなって思ってます。はい、そうですね。冒険モードは、冒険モード一応ノーマルで一応第3章の方まで行ったんですけれども、エリートも一応第2章のところか第1章全部クリアしたんですけれども、エリートは正直やんなくていいです。はい、ハートの消費も大きいんで、でノーマルの方をどんどん進めてって、できればまあ第4章の方まで行った方がいいです。第4章に進むとまあ第2章のこことかで時短が1回につきもらえるんですけれども、4章になるとこれが 3M が5分の時短に変わるんですよね。スタミナ消費ハートの消費は6って変わらないんで、ステージ4までは行った方がいいですね。欲を言えばステージ6になるとこれが10分に変わります。ただまあそこまで行くのに白レベルもしかしたら16もうとっくになってるかもしれない、6章行く前になってると思うんで、まあでも4までは行ってこれ稼ぐっていうのもいいですね。はい、ただこれはまああくまでも白レベル16目指してる方で、ロムバを楽しみたいっていう人だと逆にエリートでそれぞれキャラクター強くできるんで、キャラクター強くしてった方がいいのかなって。エリートだとこのキャラの勲章がもらえるんで、ノーマルだと勲章もらえないんですけれども、この勲章でまたヒーローを強くしていくっていう風な感じですね。できますんで、はい、そこはまあお好みで。結構でもロボバ自分もまあ中毒ってタイトルにも書いたんですけれども、めちゃめちゃハマってしまいましたね。もうものすごい課金してっていうぐらいハマってしまってましたんで、そこんところちょっとハマりは気をつけた方がいいのかなっていう気はします。基本課金しないとやっぱ強くならないんで、はい、そうですね。まあその無課金と課金の違いも次回の動画あたりでご紹介していけたらいいかなとは思っております。はい、あともう少しであと24分でいよいよバリアが切れてしまいますね。はい、敵に攻撃される可能性もある。今ちょっとこれ 411K のゴールド持ってんだよな。これ攻撃して負けたらこれ根こそぎ盗まれてるからちょっとやばいんですよね。なんか研究でちょっと使ってしまいたいですね、ゴールド。はい、まあ今回はこれで動画終わりにしたいと思います。また途中経過も含めてさらなる情報を公開できたらいいかなと、はい、思ってます。いろいろとまだまだまだ情報たくさんありすぎて言い切れてない部分もありますんで、はい、またその辺次回の動画も楽しみに待っていただければいいかなと思っておりますんで、はい、また見てもらえると大変嬉しいです。はい、今日も動画見ていただいてありがとうございます。動画がいいと思った方はチャンネル登録高評価等していただけると大変嬉しいんでよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、にゃっ。